玉川徹、日本は失敗と暴言連発、感染症対策で。本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で玉川徹さんが感染症対策について次のような発言をしてしまいました。菅総理が心からお詫び申し上げると言ったということは、この事態を招いたのは政府の責任であると。つまり政府の対応が失敗したことによって、こういうふうになったことを お認めになったったてこと極端なことをしなくても感染を抑え込んでいる国はある。オーストラリアにしても台湾にしてもそう。全て科学に基づいて合理的な判断をして政治がその判断を受け止めて国民を説得し国民が協力することによって抑えられている。世界中に成功している国がありながらなぜ日本は失敗しているんですか 日本人は試験の制限がなくても納得すればみんな協力する。例えばオーストラリアでも検査をして感染があったら一人に何十万円というえ、十何万円というお金をすぐ支給する。だから躊躇なくみんな検査をする。つまり試験の制限だけをすればみんなが言うことを聞くっていうわけではない。ちゃんと皆さんが言うことを聞くためのインセンティブと納得っていうことがあれば 日本人は十分それには従うはずとなっておりまして。玉川さん、まためちゃくちゃな指用をされておられますが、この台湾やオーストラリアは比較的感染症対策に成功しておりますけども、成功した理由は、まず強力な水際対策、実情の鎖国を直ちに実施し、ウイルスがほとんど持ち込まれなかったことが、 大きな理由の一つになるんじゃないでしょうか小枝の国々は中国政府も WHO も信用せずに入国制限を実施し入国者に対して厳しい隔離も実施して守らなければ罰則が課されておりますこういった成功事例を見ますと必要な対策としては試験の制限そのものであり速やかな入国制限と 罰則付きの感染症対策であって、検査と保障が必要なわけではございません。また、そもそも日本の感染症対策が失敗しているのかという問題もあり、日本の感染状況は他国と比べると、一桁か二桁、日本の方がましだという事実もあり、ワクチン接種が進んでいるイギリスですら、 日本とと感染状況が変わらないというですね、現状、中国製のワクチンを接種している国々は話にならない状況となっておりますが、玉川さん、感染症対策に成功している国々は、強力な入国制限や罰則付きの感染症対策などによって、まあ、さらにですね、 ロックダウンなども行って、非常に厳しい試験制限を行った結果、対策に成功しているという事実がございますので、ぜひともそういった事実について、しっかりと説明をしていただいて、ご自身にとって、都合の悪い真実を隠蔽しながら、このような暴言を二度と測かれないように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。